ちゃっ、こんにちは、はい、三鷹さん、はい、改めてこの野球というのは夢のあるドリームワールドですね。何の夢？例えば、はい、まあ、メジャーが決まった千賀投手は、はい、育成から初のメジャーですよ。さらに、まあ、ソフトバンクにいる藤井投手、はいはい、藤井投手も戦力外になって独立に行って、そこからソフトバンクに育成でなって、年俸 800% アップ。なんと夢がある、大化けですよ。俺らの時はそういう夢なかったな全くない。ほんまちょぼ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 しか上がらなかったけど800% なんてない、全くないよ。でも夢あるよな。夢がありますよ。でもそれにはやっぱり自分で頑張ったというね、はい、まあ努力は人には伝わらないけども、はい、まあ、その中で一生懸命頑張ってたんだろうな。まあ、いわゆるそうですね、一生懸命その運と、まあ、自分の実力を発揮して、まあ、そう、ね、掴むという。だから諦めたら終わりだからね。そうですね。だから藤井もクビになった時に、はい、ああもう野球やめたって思ったら、そういうことはなかったわけだから、はい、やっぱね、人生って運だよ。大きいですね。運大きいから、運 そうです、ね、まあ、運もって、まあ、運がほとんどだと思ってるけどね俺はまあそうですね、運とかタイミングとか人とか。いや本当よ。で、豊さんも YouTube 始めた、それも運で何か始まって、まあそうだよな、ここに ね、これがあるってことですから、で皆さんの応援があってね、そうなんです、見ていただいて、はい、もうありがたいことにね、はい、30万人越して、はい、そうなってくるとまた責任も出てくるから。そうですね、もっと頑張ろうと思うけどね、はいはい、というわけで今回は現役ドラフトで移動した選手で、はい、この選手が大化けする、まあ、ドリームを掴むであろうと思われる選手、豊さんに予想していただきます。大竹。早い、大竹。いや俺はあのソフトバンクにいる時から、はい、これチャンスがあったらこのピッチャーはゲームは作るし、うん、まあ、ちょっと打線が援護してあげたら、はい、勝てるピッチャーだなと思ってたわけ、うん、だからなかなかやっぱりね、豊富な投手陣の中から出てくるっていうことがなかなか出てできなかったな、はい、まあ、チャンスを与えてもらった時もあったけど、その時はまあ勝ったり負けたりとかね、いろいろしてたけど、チャンスがなかったから、はい、阪神というね、うん、またいいところに入ったなと思ってね。阪神っていうチームに入ったことはやっぱりプラスですか、どうでしょう。あそこでバカバカ打たれることってなかなかないんだよね、うん、風があったりだとか、はい、打球が押し戻されるとかね、うん、まあ、いろんなところがあるんで、甲子園で打撃戦というのはなかなかなりづらい、はい、で大竹っていうのはすごく冷静だし、決して球は速くないんだけど丁寧なピッチングをするから、うん、まあそこそこ俺はやるような気がするしね、うん、その岡田監督は大竹投手どのように使っていくであろうなと。まあ、先発が足りないと思ったら先発で使うし、中に入れようと思っても中に入れれるピッチャーだよね、うん、即戦力となるというもちろんことですよね、うん、早稲田なんだよ、はい、岡田監督の後輩なんだ。そうですか。やれお前って言ってたらはいみたいな、まあ、そういう時代ではないけど、ね、じゃないし、現役をもう知らないでしょうね。知らないけど、やっぱ岡田紀信を知らない早稲田の野球部の生徒はいないよ、うんうん、だから働きやすい環境には行ったなっていうふうには思うよ。うん、チャンス掴んで実力発揮してほしいですね。もともとね、実力が俺はないわけではないと思ってたから、チャンスさえ与えればそれなりの結果を出してくれる選手だというふうに思うよ、はい、ということは 400% アップとかさ、夢がある。 300% アップとか、はい、800って言ったら相当やんなきゃいけないからね。そうですね、うん、まあだけど可能性があるよね、はい、うん、じゃあ1人目は大竹投手。そうだね、はい、じゃあ2人目です。細川、 DeNA の細川選手。なんであんなに体でかくしたんやんっていうぐらいでかくなってるよ、はい、それは別にまあいいよ、いい、はい、まあ、その自分が求める野球をやりたいがための体だからさ、まあ、いろんな競争になるとは思うけども、鵜飼よりはやっぱプロの飯を何年も先に食ってるだけに、はい、やっぱいいと思うしね、細川の方が、はい、結構チャンスはつかめるんじゃないかなっていうような気はするけどね。いやでも難しいんだよ。ん、大島がいて、はい、岡林がいて、はい、アルモンテがいるって、はい、もうレギュラー決まってんじゃないかみたいな、うん、だからそこの一角を穴開けるには、うん、岡林をセンターに持っていって、うん、大島を引きずり下ろすかさ、もうベテランだからあなたはちょっと待ってください、私がホームラン打ってきますから、そんな感じになんないと、
はい、そう簡単ではないよ、うん、簡単ではないけど出るチャンスは横浜よりは必ずある。あ、中日の方が、うん、あの一軍のベンチすら入れなかったものが一軍に入れると思うよ細川は、はい、うん、でそこでやっぱコツコツチャンスをもらった時に結果を出していく。そうなってくるとポジションにつけるようになってくる。つけるようになってパンパーンと打てばこれは面白いと思う。細川選手ってのはどういうタイプのバッターなんですか？まあどういうバッターになればいいかっていう問題ではなくて、本人が考えてるのはホームランを打ちたいということだよね。まあ自分の人生だし、はい、バンテリンでホームランを打てる人っていうのは数あの少ないしね、はい、だからそこでホームランを打てるだけのパワーを持ってるから、まあ、そこを目指す、うんね、で必ずチームに貢献するというか期待をされる、はい、まあ、そういう選手になってほしいよね、うん、だからチャンスは先ほど話した大竹よりは苦しい立場にいるけども、はい、チャンスをもらった時が勝負だぞって結果だぞみたいな、うん、まあ、そういうところまでは来たよね、うん、これは DeNA よりは中日の方がチャンスがある。しかもあの中日は立浪監督がやっぱ来シーズンからガラリとやっぱ変えて、うん、入れ替えてっていうところをすごく、まあね、はい、重視してるので、そのあたりもやっぱりうまくはまってくれたらいやーなあ、はい、頑張る補佐だな。そうですね、うん、やっぱチャンス欲しかっただろうから、はい、頑張ってほしいなっていうふうに思うよね、はいはい、では3人目です。3人目はヨウカ。おー、西武に行くことになりました。内野もできるしね彼は、はい、サードのポジションという意味では結構おかわり君だとか、まあ、あと若手だとか、まあ、いろいろいるけども、ヨウカはもう一つの勝負ができると思うんだよね、うん、まあ、外野ももちろんヨウカできるし、はい、まあ、そこら辺で一つのポジションを取れれば面白いよね。そうですね。で左ピッチャーにとにかく強いバッターなんだよ、はい、だから左の時にチャンスが多くもらえるといいなって、そこからチャンスを生かしていって、まあ、右の時でも出れるように、うん、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思うけどね。だからチャンスは、まあ、前に話した細川よりも多少あるかなっていう、お、強くあるかなっていう感じ、はい、やっぱ何でもそうだけど物にしないと ね、 そうですね、出番がないから、いやそんな実力があるんだったらもう他は使われてるから、うん、いやそうじゃなくてチャンスを今度だけ、今度はつかみなさいよっていう、うん、まあ、そんな感じだよね。ヨウカーも俺はできると思うしね。でまた野球スタイルがね、西武は松井新監督になってちょっと変わりそうっていうところで、うん、このヨウカーちょっと器用な選手ではないよね。あ、そうなんですね、うん、器用な選手ではないけども、なんか左ピッチャーには一歩強いというね、うん、パ・リーグもいい左ピッチャーが多いから、はい、だからそういう時に使われるといいなっていう思うよね。うん、今回は3名の選手をお化けしてるだろう、するだろうと期待する選手を挙げましたけれども、あとね、はい、成田かける、はい、ロッテからの、はい、あれショーって呼ぶんだよね。ああのかけると書いてかける、はい、あショーと書いてかける、成田かけるですよっていうコメントがいっぱいあったのよ知らんちゅう。いや一軍でちゃんと出てたら、まあ俺も調べなきゃいけないのは、はい、人の名前を間違えるっていうのは、まあね、そうですよね、すごく失礼なんだ、そうです、ね、すいません、申し訳ないです、申し訳ないけど、はい、あれは書って読んでしまうと、あ、今訓読みと、ね、音読み日本語は、ね、頼むわほんまに。わかります。一軍でバンバン投げたら、はい、あ、かけるなんだってわかるよ、はい、でもこの選手は左ピッチャーで、はい、ヤクルト行った、はい、一つの救いは、うん、石川と同じ高校の先輩後輩になるんだよ。あ、そうなんですか。あのピッチャーに教わると化ける可能性が、同じ左ですし、うん、やっぱり身長が低いんだよ、はい、だからそういう意味では先輩後輩の絆、うん、教えて言ってもらうと、はい、いい勉強になると思う。チャンスを膨らますかもから、うーん、まだチャンスはもらえないと思うよ、はい、だけど石川の弟子になることによって、はい、なんかすごくチャンスが膨らむかなっていう、そういうところもあれして取ったのかなと思うぐらいヤクルトが、あ、それもあるかもしれないですね。秋田商業、ね、しかも高津監督はやっぱりその若手のピッチャーをうまくこう実戦で使っていきますもんね。そうそうそう。だからああいう風な変幻自在の投球をね、はい、教えてもらうと何かのきっかけになる可能性がある。山本昌がもう本当にクビになるかなと思ってアメリカ渡った時にこうスクリューを覚えたって、はい、その一球で人生が変わったっていうぐらい、ちょっとしたきっかけがもらえて開花する
選手もいるんだよね、はい、成田かける、うん、ショート書いてかける、うん、なんかそういうのできっかけをつかんでくれるといいかなっていうふうに思うよね。そうですよね。だからせっかく移動したしね、はい、現役ドラフトで初めてのドラフトでね、うん、やっぱきっかけをつかんでたくさんの人がね、はい、いい方向に向かえるように、うん、まあ、ちょっと応援もしたいしな。そうですね、頑張ってほしい。応援してますよ。はい、はい。